がみなぎってくるぜ。私から離れんなよ。何があっても絶対にお前を守ってやんよ。私から離れんなよな。どんな奴が来ようがぶった切ってやる。弱い奴らばっかで暴れたりね。歯ごたえのある奴はいねえのか。お前と一緒ならどんな敵も楽勝だぜ。お前は私が守るからよ。だから私のことも頼むぜ。よっしゃー、敵が全部片付いたら二人でパーッと飯だ飯。お前の好物たくさん作ってやる。私の親友の恩人なら私の恩人みたいなもんだ。お互い仲良くしていこうぜ。お前って結構男気もあるし肝っ玉も座ってるよな。一緒にいて私は楽しいよ。お前はどうだ？さてパトロールにでも行くか。一緒に行きたいならついてきてもいいぜ。おい、飯はちゃんと食ってんだろうな。食ってないなら私が用意してやるよ。私みたいなやつ普通の女の子扱いするのなんてお前ぐらいだぜ。割と嬉しいな。困ったことがあったらすぐ言えよな。私が面倒見てやるからよ。よしよしよし、今日もランドソルは平和っと。もう日も暮れちまったし、パトロールはこの辺で切り上げるか。特に異常もなかったしな。ギルドへの報告は明日にして、うちに帰って店の手伝いをしねえとな。居酒屋はむしろ夜からが書き入れ時だし。ん？おい、そこのお前。お前だよ。どうした？フラフラしてるけど。不審者だ。悪いけど職務質問してもいいか？最近どうも女将の体制が変わったのか、行政が全然しっかりしてねえからな。治安が乱れがちっつうか、気なくせえ雰囲気になってるんだよ。災いの芽は育たねえうちに潰さないとな。ああ、そう身構えなくてもいいよ。てめえが悪人じゃなきゃ私にはとっ捕まえる義理も理由もねえしな。ああ、申し遅れたけど、私は誠、ビーストたちの互助組織動物園の参加ギルドカオンに所属してる。まあよろしくな。おう妙に礼儀正しいな。そういうやつは嫌いじゃねえよ。うん、てめえは悪いやつじゃなさそうだな。ああ、あんまり普通の人間は知らねえか。あたしらみたいなビーストは基本的に動物園ってギルドに所属することになってんだよ。ちなみに動物園の園は園じゃなくて園な。安らげる場所みたいな意味だ。まあ名前なんか何でもいいんだけどさ。ともあれ、ビーストたちの平和な生活を守るのがあたしらカオンの役目だ。てめえはどうも普通の人間みたいだし、あんまり干渉したくねえんだけどな。他の種族とも全く関わらないってわけにもいかねえしな。一応揉め事を起こすつもりはねえよ。仲良くやっていきたいと思ってるんだぜ。ランドソルは基本的に普通の人間の街だしな。肩身が狭くて仕方ねえよ。あたしらビーストはさ。まあそれはどうでもいいか。とりあえず名前と所属ギルドを教えてくれるか。ん？待てよ。ああ、お前、ユイってやつを知ってるか？やっぱり！
ユイがさ、そういう名前のやつに助けられたって言ってたんだよ。そっかそっか、お前がユイの恩人か。会いたかったぜ。あいつすっげー感謝してたよ。私の方からもお礼を言わせてくれ。ありがとな、ユイを守ってくれて。あいつ昔っからそそっかしいんだよな。ん？ああ、私ユイとは幼馴染なんだよ。ユイのおかげで私は種族が違っても仲良くできるんだって知ることができた。あいつには感謝してる。お互い成長してしがらみも増えて、ガキの頃に比べたら疎遠になっちまったけど、今でも大事な親友だと思ってるよ。ともあれ、ユイの恩人がまさか悪いことを企んでるわけがねえよな。じゃあなんでこんな夜道をフラフラ歩いてたんだよ。そっか、迷子になっちまったのか。ランドソルって妙に入り組んでるからな。寝場所にしてるホテルの場所が分かんなくなっちまったんだな。よし、分かった。よかったら私がホテルまで案内してやんよ。ユイのことを助けてくれた恩返しにもなるし。うん、じゃあついてこいよ。こっちこっち。遠慮すんな、私は困ってるやつを見過ごせねえんだよ。この町を守るのが私の仕事さ。町中の人たちが笑顔だったら最高だな。もちろんその中にはお前も含まれてるんだぜ。いらっしゃいませ。すんません、まだ開店時間じゃないんですよ。うち居酒屋なんで基本的に夜から営業してるんです。予約していただければ席を確保しときますから、夜にまたお越しください。よろしくお願いします。あれ、ホッス、どうした？うちの店に何か用事？それとも私に用事だったか？つうか私の野菜教えたっけか？ん？たまたま入った店に私がいたから驚いたって？そりゃ奇遇だな。うん、ここ私の実家、2階が居住スペースになっててさ、私はそこで寝泊まりしてんの。1階は居酒屋な。私もたまに仕事を手伝わされてるよ。基本的には両親が居酒屋の経営をしてるんだけどな。私は朝から夕方までカオンの仕事をして、夜になったら帰って居酒屋で給仕とかをやってる。年末とかの飲み会シーズンにはカオンの方を休んでこっちで一日中働いてることもあるけどな。ほんと毎日毎日大忙しい。別にぶっ倒れるほどには大変じゃねえよ。カオンは割と暇でゆるーい雰囲気だし、居酒屋も繁盛してるわけじゃねえから。うん、最近は近所に大手のチェーン店とかが増えてきてさ、うちみたいな個人経営のせせこましい居酒屋はピンチなんだよ。まあ常連もいるし、今んとこ廃業するほどじゃねえけどな。でも経営が苦しくてさ、バイトも雇えねえんだよ。だからこうして娘の私が働かされてるわけ。うん、今は開店前の準備をしてるんだよ。あと小一時間もすりゃ店を開けるからさ、店内の清掃中だから。ごめんだけど入ってくんなよ。私ガサツだからさ、掃除とか得意じゃなくてな。お前がいると気が散って何かその辺のものをうっかり壊しちまいそうだ。別に邪魔者扱いするつもりはねえけどさ。ん？ありがとよ。でも気持ちだけ受け取っとくわ。自分が任された仕事は自分で最後までやり遂げねえとすっきりしねえんだよな。私そういう性分なんだよ。あ？あ、うん、ありがとよ。それは褒めてくれてるんだよな。でももっと他に言いようがあるだろう。
頑張り屋さんって子供扱いされてる感じで微妙だな。え、いいお嫁さんになるねって、そうか。うん、なんかお前って言葉の選び方が妙な感じだな。まあいいや。ともかく、そもそもお前は何の用だったんだ？夕飯を食べる店を探してたのか。それでたまたま目についた私の店に入ってきたと。なるほどな、事情は分かった。じゃあちょうどいいや。お前、うちで夕飯を食ってけよ。まかない飯作りすぎちゃったんだよな。一人じゃ食いきれねえからさ。よかったらどうだ？料金は請求しねえからさ、残飯処理みたいなもんだし。うん、遠慮すんな。これもゆいを助けてくれた恩返しだ。他の店に金を落とされるよりはうちで料理を提供した方が100倍マシだしな。私の手作りだからあんまり味は期待すんなよ。うん、そこに座っとけ。今料理とかいろいろ用意するからさ。うちの店サービスがいいだろう。常連になってくれてもいいんだぜ。うまいか？喜んで食べてくれる人がいるとこっちも料理の作りがいがあるぜ。これからもちょくちょく来てくれよ。なんだ、出入り口の扉が開く音がしたな。準備中って看板を出してるのに、たまに気づかずに店に入ってくるやつがいるんだよな。ったく、めんどくせえな。せっかくのお楽しみだったのに。おっと、営業スマイルを忘れずに。らっしゃいませ。すみません、まだ開店時間じゃ。って、あれ、あ、お前また準備中なのに店に来やがって。うちは夜からの営業なんだよ。何度も言うようだけどさ。つうか、こないだ夕飯を食わせてやったから、それで味を占めてまたただ飯を食らいに来やがったのか。あ、そんなに何度もサービスしてやるほど私は優しくねえんだけどな。金の問題じゃねえよ。こっちの迷惑も考えろっつってんだよ。いいけどさ、別に。腹減ってんのか？次はねえけど、今回だけなら何か食わしてやってもいいぜ。飯は誰かと一緒に食った方がうまいしな。どういう意味だ？そんな、困る、ゆいに怒られる。聞き間違いか？もっぺ言ってみやがれ。おお、よくわかんねえけど、腹が減ってるなら飯を食ってくか。おい、こら、厨房に入ってくんなよ。お前、常識をどっかに落っことしたみたいな振る舞いをするよな。あんまりマナーが悪いと出入り禁止にすんぞ。ん？これは何を作ってるのって？ああ、みんな、これはその材料が余ってたから。クッキー作ってるんだけど。いや、居酒屋のメニューじゃねえよ。可愛いクッキーとか居酒屋のメニューにあるわけがねえだろ。こういうお菓子とか作るのが趣味で。変だろ？似合わねえよな。笑ってもいいんだぞ。うわ、私の硬派なイメージが。味見してもいいかって？ いいけど。うまいか？そっか、よかった。
客にも出せば好評なんじゃないかって。いや、まだまだ売り物になるほどの出来じゃねえよ。おい、そんなにバクバク食うな。お前すっげえ腹が減ってたんだな。いいけどさ、うまそうに食べてくれるのは嬉しいし、やっぱ自分で作って自分で食うだけだと虚しいもんな。味見してくれるやつがいれば張り合いが出るってもんだ。ん？いつでも味見しに来るって？調子に乗んなよ。飯ばっかりたかりに来やがって。別にいいけどさ、そんなに迷惑でもねえし。私なんかと一緒に行動するなんて、お前も物好きなやつだな。一緒にいたって楽しくなんかないだろ。そんなことない？まあ実際私も不思議と悪い気はしないんだけどな。お互いに楽しいんだったらこれからも一緒にいる方がいいよな。よし、決まり。お前は私のそばにずっといること。帳簿の計算ってよ、私に小難しい計算ができると思ってんのかよ。面倒な仕事を丸投げしてんじゃねえぞ母ちゃんよ。ん？ああ、ウィッス、また飯を食いに来やがったのかてめえは。まあ料理の材料費こないだまとめて支払ってくれたからいいけどさ。それよりもてめえ、ちょうどいいところに顔を出しやがったな。こっち来いや。お前計算とか得意か？ちょっとさ、うちの居酒屋の収支計算とか任されちまったんだよな。つっても私は見ての通りの乱暴者だしさ、頭を使うの苦手なんだよ。細かい計算とかしてるとさ、全身ムズムズして暴れ出したくなってくるんだよ。やってられっかよ、こんなチマチマした帳簿作りとかさ。だからさ、私を助けると思って代わりに計算してくんない？無理？ああ、お前記憶喪失なんだっけ？足し算とか掛け算とかわかんねえよな。ああ、じゃあいいよ、頑張って自分でやる。店の経理とかを赤の他人に任せるわけにもいかねえしな。でもやっぱりめんどくせえ。なんだ、なんか光ってねえか？いや、店の中ってか私らの周りの全部がキラキラって輝いてる。私居眠りぶっこいてたのかな。なんかボケーっとしてた。やっべ、5時間目の数学で小テストがあんのに。お前勉強してきた？私すっかり小テストのこと忘れててさ。やべえよ、小テストとはいえ赤点取ったら補習があるしな。昼休みの間にできるだけ詰め込んどこうと思ったんだけどな。なんかボケーっとしちまってた。つうか試験範囲すらわかんねえ。終わったー、もうダメだ。できると思えばできる、できないと思えばできないってなんだそりゃ、精神論か？てめえそれで励ましてるつもりか？いいけどさ、確かにお前の言う通りだ。最初から諦めてちゃ勝負にもなんねんだよ。喧嘩も試験もな。そうだろ？うっ、急に大声を出すな。
クラスの連中が何事かって顔でこっちを見てんだろ。やめろよ、あんまり注目されたくねえんだよ。お前もテスト勉強してなかったのか。そうかよ。じゃあもう私と一緒に仲良く補習を受けるしかねえかもな。ご愁傷様。おっと、お前とだべってる場合じゃねえんだよ、勉強しねえと。あーでもめんどくせえ。つーか腹減って頭が回んねえし、まずは飯食おうぜ飯。ん、お前いつも弁当だろ、今日は忘れたのか。抜けてんな相変わらず。よかったら私の弁当をちょっとだけ分けてやんよ。ほれ食え、遠慮すんなよ。どうせ店で出した料理の余りもんだしさ。ほれほれ。あれ、まあおい、私らこんなに仲良かったっけ。あれ、なんだろう、変な具合だ。まだ寝ぼけてんのかな。はい、終了。どう、いい夢は見られた。ごめんね、あれ以上はちょっと本来の記憶とズレがありすぎる感じだから強制終了させたわ。誠ちゃんも勘がいいのか、何かに気づきかけてたしね。本来はあんたと誠ちゃんっていろんなしがらみがあって、そこまで表向きは仲良くできなかったみたいね。本来の記憶を取り戻さない方がもしかしたら誠ちゃんにとっては幸せなのかもしれないけど、まあ今のあんたにそんなことを言っても意味わかんないか。ともあれ、今後もいろんな夢を見ることであんたの心は整理されて補強される。何の準備もなく全部の記憶を取り戻したら齟齬がありすぎて頭がバグっちゃうし、今後も段階的にたくさんの女の子との思い出を夢を通してあんたの心を補強していくからね。いつまでも夢は見ていられないのよ、現実と向き合わなくっちゃ。誰にとってもそれが一番自然なことだからね。と、あんまり長話してらんないのよね。今回はこの辺で、バイバーイ。あれ、私寝てた。おい、今何時だ。うわ、もう夜じゃねえか。店を開けねえとな、お客さんが待ってんだし。やっべえな、帳簿作りも全然終わってねえよ。まあ何事も一つ一つ片付けていくしかねえけど、お前もよかったら飯食ってけよ。計算がめんどくせえし、残り物をタダで振る舞ってやっから。あ、遠慮すんなよ、私とお前の仲だろ。ビースト族に流れる野生の血が一度熱くなったら、最後の敵が倒れるまでこの剣は止められないぜ。覚悟しな。お、またゴミが落ちてやがる。昨日は強風だったしな、町から飛ばされてきたもんがゴロゴロ転がってんのな。看板だの靴だのなんだの、木切れや葉っぱも大量に散らばってるな。どっかのアホが捨ててった食いかすとか包装紙も、あーもういつも綺麗なエステレラ街道がぐっちゃぐちゃじゃねえか。これを全部私一人で掃除するとなると骨が折れるな。でもまあこれが今日の私の仕事だ。低賃金のゴミ拾いってやつだ。エステレラ街道は街のすぐ外だし、ランドソルが家だとしたら庭みたいなもんだ。私らカオンの縄張りだよな。綺麗にしとかねえと。うわ、なんだありゃ、妙なもんが転がってる。まさか死体？死体だったらやだな。
そんなもん見たくねえよ。でも単なる行き倒れだったら、早めに医者にでも運べば助かるかもしれねえし、見過ごすわけにもいかねえよな。おーい、生きてるか？生きてるなら返事しろ。ん？あれ、もしかしててめえ、なんでこんなところで死んでるんだよ。そっか、よかったよかった。ゴミくずみたいに転がってるからさ、死体かと思ったんだよ。生きててよかったぜ。大丈夫か？どうしてぶっ倒れてたんだ？どっか怪我してんのか？私に見せてみろよ。手当てしてやるから。うへえ、近頃町のそばにも魔物が出没するって噂は聞いてたけど、マジだったんだな。そりゃ災難だったな。ふん、てめえは弱っちいくせに、のこのこ安全な町の外を出歩くからそういう目に遭うんだよ。何の用事だったか知らねえけど、次からは護衛でも頼むんだな。怪我見せてみろよ。私手当てをしてやんよ。おい、動くなよ。包帯が負けねえだろ。あ、消毒液が染みて痛い？我慢しろよ、男の子だろ。ごめんな、ユイだったらもっと優しく手当てしてやれたんだろうけど、私ガサツだからさ。よし、これで大丈夫。怪我したところはあんまり触んなよ。ん？お礼なんていいって。困った時はお互い様だろ。それよりも、お前こんなところで何してたんだ？エステレラ街道は比較的安全だけど、魔物は普通に出るぞ。気ぃつけねえとマジで死ぬからな。ん？私はカオンの仕事でゴミ拾いをしてるんだよ。お前、暇なら手伝ってくんねえか？どうも一人じゃ日が暮れるまでに終わりそうにないしさ。その代わり、私がお前の護衛をしてやんよ。ここいらの魔物なら余裕で蹴散らせるしさ。持ちつ持たれつってやつだ。どうだ、お互い得のある話だろ。 OK、 よし、じゃあ契約成立ってことで。お前は怪我してるんだから無理はすんなよ。私が適当にゴミを集めてくるから、お前はそれを分別してゴミ袋に入れていってくれ。え？ゴミの分別の仕方がわからない？お前全然何も知らねえよな。あ、そっか、記憶喪失なんだもんな。仕方ねえな。私が1から10まで教えてやんよ。ああ、もうマジでめんどくせえ。ったくよ、とんだ拾い物をしちまったな。私に足りないものをお前は持ってるし、お前にないものを私は持ってる。だから私たちが二人揃ったら無敵だよな。よし、だいたい片付いたな。ゴミ掃除完了。お前は基本的に役立たずだったし、いろいろ教えたりしながらだったから、ずいぶん時間がかかっちまったな。すっかり日が沈んでる。まあいいか、一人で黙々と作業するのは退屈だし、お前とおしゃべりしながら楽しく仕事ができたしな。だからまあ、サンキュー。どうした、寝転がって疲れたんだな。お前体力ねえな、もっと鍛えろよ。だらしねえぞ。お前なんで町の外にいるのかと思ったら、体を鍛えるためだったのか。よくわかんねえな。トレーニングなら町の中でもできるだろ。筋トレとかさ、そこら辺の道場で指導を受けたりとかさ。わざわざ町の外に出なくてもいいだろ。ランニングでもしてたのかよ。
あちこち魔物がうろついてるんだから危ねえぞ。ああ、弱い魔物を倒して経験値稼ぎ。経験値ってなんだよ。実戦に勝る訓練はねえけどさ、もっと安全に体を鍛える方法はあるだろ。お前なんか常識ねえんだよな。ずれてるっていうかさ、どっか遠い世界から来たみたいだ。ほんと変なやつ。そうだ、よかったら私が特訓してやろうか。お前の武器ってその腰に刺してる剣だろ。私も剣士だから教えられることもあるかも。まあ私は剣家殺法っつうか、どっかの道場とかに通って剣を覚えたわけじゃなくて、ほとんど独学だから指導の仕方とかわかんねえけど。お前剣の握り方とかすら変だもん。すっぽ抜けるぞ。それじゃあそういう基礎的なことは教えられるし、練習相手がいた方がいいだろ。どうせゴミ袋の回収をしてくれる業者が到着するまで暇だしな。仕事を手伝ってくれたお礼にもなるだろ。どうだ。うん、私の仕事はゴミを集めて袋に詰めるところまで、回収は他のギルドがやるんだよ。こんな大量のゴミ袋、私だけじゃゴミ処理場まで運べねえし。そうそう、向こうの山のあたりにゴミ処理場があってさ、専門のギルドが常駐していて、ゴミを魔法で焼却したり土に埋めたりして処理してんの。そいつらはゴミの処理が専門で、ゴミの回収は他のギルドに頼むんだよ。私らカオンはそのゴミの回収をするギルドに依頼されてゴミ拾いしてんの。姫さんに頼めばこの程度の量のゴミは魔法で消し飛ばしてくれるんだろうけど、あんまりあいつにはゴミとか汚えもんを近づけたくねえしな。一つのギルドで何でもかんでもやらずに、他のギルドとも足並みを揃えていかねえとダメだしな。町で暮らす限りは一匹狼じゃいられねえんだよ。私らビーストはランドソルじゃ少数派だけど、だからって排他的になるべきじゃねえだろ。お前とも仲良くしたいとは思ってるんだぜ。うん、親睦を深めるためにチャンバラごっこでもして遊ぼうぜ。軽く訓練すんぞ。そこの棒切れを拾えよ。さあ好きに打ち込んでこいや。まずはお前がどの程度の実力なのか見極めてやんよ。ほら来い、遠慮すんな。強くなって私を見返してくれよ。よしよし、その調子。いいぞ、やればできるじゃねえか。ちゃんと棒切れを握ってろ。真面目にやんねえと怪我するぞ。ああ、どうした、突っ立ってんじゃねえぞ。私を親の仇だと思え。女の子を棒切れで殴ったりできねえか。バーカ、戦場じゃそういうお優しいやつから死ぬんだよ。なんだそのへっぴり腰は。やる気あんのか。強くなりてんだろ。じゃあ全力でやれよ。私を殺すつもりでかかってこいや。ん、ああ怪我したところが痛むのか。ごめんごめん、お前が怪我してんのすっかり忘れてた。じゃあ無理すんなよ。今日の指導はここまで。お疲れさん。お前の怪我が治ったらまた相手してやっから、今日のところは安静にしとけよ。悪いな、私楽しいといろいろ頭から抜けちまうんだ。怪我したところ見せてみろ。あ、マジでごめん、傷口が開いちまってるな。ま、この程度なら唾でもつけときゃ治るだろ。私が舐めてやろっか。冗談だよ、そこまで毛玉のでもねえし。冗談でも聞いて笑ってりゃ痛みも吹き飛ぶだろ。なあ、あんがとな。今日はマジで楽しかった。めんどくせえ、つまらない仕事で一日潰すことになってうんざりしてたんだけどさ、お前のおかげで楽しい一日になったよ。お前にとっちゃ振り回されて迷惑なだけだったかもしれねえけど、
本当、サンキューな。お前と一緒にやるようになって、今まで退屈だった仕事が楽しくなったんだ。不思議だよな。今日も楽しいゴミ拾いっと。ゴミ拾いの仕事があるたびにあいつが手伝ってくれるようになったんだよな。怪我の手当てとか訓練をしてやったお礼とか言ってさ、お礼を言いたいのはこっちの方だっつうのに。毎回ゴミ拾いを手伝ってもらってるしさ、退屈な単調作業もあいつが一緒だと楽しいしな。あいつ物好きだよな。別にゴミ拾いを手伝ってくれって頼んでるわけじゃねえのに、毎回一緒にやりたいって言うんだもん。ゴミ拾いなんかの何が面白いんだろう。よくわかんねえな。私は楽しくって仕方がねえけどさ、尻尾を振っちゃうぐらいに。ん？あ、先に来てたんだな。やる気満々だな。よしよし、今日もお仕事頑張ろうな。報酬は山分けでいいよな。無賃で働かせるのも申し訳ねえし、お金のことはきちんとしとかねえと。これ今まで手伝ってもらった分の報酬な。受け取れよ、遠慮すんな。こういうのはちゃんとしとかないと気持ち悪いんだよ。うん、それで美味しいもんでも食えよ。つうかまずその剣を買い替えた方がいいと思うぞ。それ全く切れ味がねえみたいだし。ん？この剣は大事なものだから買い替えたりしちゃダメって言われてる？親の形見か何かなのか？いいけどさ、切れない剣でも鈍器ぐらいにはなるし、わざわざ訓練用の棒切れとか木剣とか用意しなくても済むしさ。今日の訓練ではその剣を使えよ。まあその前に仕事を片付けとかねえとな。うわ、なんだよ、どうして顔を近づけてくるんだ。いい匂いがする。なんていうか昼飯とか作ってきた。ゴミ拾い丸一日かかるしな。これまでは携帯食とか買ってきてたんだけど、今日は私が早起きして弁当を作ってきた。小腹が空いた時のためにお菓子とかもな。私が料理得意なのは知ってんだろ。あ、勘違いすんじゃねえぞ。別にお前に手作り料理を食べてもらいたいとかじゃねえからな。自分で作った方が安上がりなんだよ。お？おう、うちの居酒屋全然流行ってねえから余計な出費は抑えねえとな。カオンも金になる仕事はあんまりしねえから貧乏状態だし。つうかお前常識ねえくせに契約家とか難しい言葉を使ってんじゃねえよ。一瞬何のことか分かんなかったぞ。え？いいお嫁さんになるねって？おう、ありがとう。なんで褒めてくれたんだ？お前、ちゃんと言葉の意味を理解して発言してんのか？まあいいけどさ、私を褒めてくれようとしてるのは伝わってるよ。そうだろう。お前よくうちの店にタダ飯食いに来るしな。味気ない携帯食よりも私の作った弁当の方が喜んでくれるかなって。うん、味は保証するぜ。食べるのを楽しみにしとけよ。ありがとな。私なんだか気恥ずかしくって料理が趣味ってのを内緒にしてたんだけど、お前が大好きって言って嬉しそうに食べてくれるからさ、最近はあんまり隠さずにカオンのみんなに手料理を振る舞ったりしてるよ。くっちゃべってても仕方ねえな。仕事をしようぜ。つっても
今日はあんまりゴミも落ちてねえな。私が張り切ってしょっちゅうゴミ拾いの仕事を引き受けるようになったからな。この仕事をするたびにお前に会えるしさ、なんてな。どっかにゴミが落ちてないか見て回りながらのんびりお散歩しようぜ。お日様の光を浴びながら、いろんなことを喋りながら、いい気分。なんだか最近すっげー人生が充実してる感じ。お前なかなか剣の筋がいいぜ。特訓に付き合ってる私も張り合いがあるってもんだ。お前がこのまま鍛錬してもっと強くなって私のことを守ってくれたらなんてな。でもいつかお前と私二人でこの町を守るために戦おうぜ。それまで特訓はやめないからな。覚悟しておけよ。はあ、鬱だ、死にたいって暗い顔してちゃダメだな。せっかくのいい天気なのによ。ほら、ソルの塔がいつもよりくっきり見えるぞ。はあ、ん？なんだよ。悪いな。今日も街道のゴミ拾いを手伝ってもらってんのにさ。私ヘマばっかりで、全然作業が進まねえな。ああ、大丈夫だから、心配すんなって。私、あんまり暗い感情を引きずらない方だしさ。明日になったらすっかり忘れてっから。そんな風にすぐに大事なことでも忘れちまうから、あいつを怒らせて嫌われちまうのかな。うわっ、ゴミ袋の中身をぶちまけちまった。今日はマジでダメな日だ。そんなにゴミも落ちてねえし、もう開きにすっか。なあ、まだ昼過ぎだしさ、帰りにどっか遊びに行かね。頼むよ、うちに帰りたくねえんだよ。私を助けると思ってさ。なわっ、またあの光だ、まぶしい。なんなんだよこれ、薄気味悪いな。うつだ、死にたい。ん？おん、てめえ屋上なんかで何してんだよ。ん？今日はぼんやり景色を眺めながら昼飯を食いたい気分だったんだよ。教室は騒がしいしな。ちょっと一人で考えたいこともあったしさ。てめえも同じか？屋上は私みたいな不良がたまり場にしてる時があるし、あんまり気軽に立ち寄るんじゃねえよ。ああ、質問を質問で返してんじゃねえよ。お前まさか私が元気ないから心配して教室から私を追いかけてきたのか？わけわかんねえな。私らは友達か？違うだろ。いきなり強風が吹いたな。バランス崩してうっかり落っこちるところだったぜ。おいこら、お前見たか？私のパンツを見たかって聞いてんだよ。見てない？こき上がれ。てめえの立ち位置と角度から考えて見えてないわけがねえんだよ。本当に見てねえの？ん？まあ、私みたいな色気のねえやつの下着なんか頼まれたって見たくねえだろうけど。そんなことない？私
色気がある？綺麗な顔立ちをしているし、スタイルもいいってだよ、気持ち悪いな。褒めても何も出ねえぞ。まあいっか、お前とくっちゃべってたら少し気が晴れてきた。やっぱ何事も一人で抱え込んじゃダメだよな。うん、大したことじゃねえんだけど、妹と喧嘩しちまってさ、私が一緒に買い物に行く約束を破っちまったせいなんだけど、どうしても外せない用事があってさ。でもまあ全面的に私が悪いしな。素直に謝るべきだよな。分かってるよ。ご機嫌を取るために日を改めて妹と一緒に買い物に行って、好きなもんでも買ってやるか。女の子が喜ぶもんなんて正直よく分かんねえんだけど。え？熊のぬいぐるみがいいって？おい、なんで熊って単語が出てきた？てめえ、やっぱり見ただろ！私の熊さんパンツ！熊さんパンツ？まことちゃんったら意外性の女。で、本当に見たの？正直に言っちゃいなさいよ。ねえねえ、見たなら後でちゃんと謝っときなさいよ。謝るタイミングを逃しちゃったらずっとごめんなさいも言えないで、それを後悔し続ける羽目に陥るかもしれないんだからね。なんだお前は、寝たり起きたりして。おまけに急に土下座してごめんなさいって、なんでいきなり謝るんだよ。わけがわかんねえな。お前に謝られる筋合いはねえよ。むしろいつも仕事を手伝ってもらってるしさ、私お前には感謝しかしてねえから。私もお前を見習って土下座でも何でもして謝って許してもらおっかな。うじうじ悩んで問題を先延ばしにするのは私らしくねえし。うん、ちょっと妹と喧嘩してるんだよ。それで落ち込んでたんだけど、家に帰ったらすぐに謝ることにするよ。ご機嫌取りにプレゼントでも買ってこっかな。時間あるなら付き合えよ。妹へのお土産を選ぶために店とか巡りつつブラブラ遊び回ろうぜ。仕事ばっかの人生なんか寂しいもんな。実際私はもっと強くなるぜ。困ったことがあったらすぐ言えよな。私が面倒見てやるからよ。私に喧嘩を売るなんていい度胸してるぜ。弱い者いじめはしたくないんだが仕方ねえ。かかってきな。私から離れんなよな。どんな奴が来ようがぶった切ってやる。困ったことがあったらすぐ言えよな。私が面倒見てやるからよ。腹減ってたら言えよな。簡単でよければすっげーうまいもん食わせてやるよ。さて、パトロールにでも行くか。一緒に行きたいならついてきてもいいぜ。腕が鳴るぜ。やってやるぜ。覚悟しろよ。暴れるぜ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。こっからが本番だな。覚悟しろよ。暴れるぜ。
えてきたぜ。ぶっ飛べウルフェンファイト。くらいやがれ。調子が出てきたぜ。覚悟しろよ。暴れるぜ。暴れたら腹減ったな。なんか食いに行くか。